1910年代チマチョゴリを着用した、ボ母子ン純副作18世紀。チマチョゴリは、朝鮮民族の民族衣装である半服の一種で、チマとチョゴリからなる女性の装いである。女性用朝鮮服は、男女共通の上着であるチョゴリと、巻きスカートであるチマによって構成される。韓国では、現在、袖の柔らかな曲線、全体を引き締める白地のトンジョン、 合わせ着のように着る形が民族衣装感服の三大美とされている。しかし、近年では合わせ襟でない形式のチョゴリも登場している。日本国内にある朝鮮学校では女子学生の制服としてチマチョゴリの様式を取り入れている。これは白いチョゴリと黒いチマを着用するものだが、北朝鮮ではこの色彩のチマチョゴリが女性の清掃になっている。なお、 韓国ではこの色彩の血マちょごりは一般に見られない。1920年代初頭に胸部を圧迫しすぎて発育を阻害、病気を誘発するなどの欠点が指摘され始め、洋服の利便性を取り入れた改良服を提唱する金一陽と美的見地からそれに反対するラカオルスズによる婦人衣服改良問題が、 当は日報史上で連載されるなど、指揮者による論争が盛んとなった。そっぱじを切るポソンを吐くそっちまを切るちまを切る。紐は胸の下で結び、固定する。そっちょごりを切るちょごりを切る。内側の紐またはボタンで留める。おっコルムを結ぶ。片方側になるように結ぶ。ありがとうございます。